有明アリーナに行けなかったシニアファンの驚きの声ナンバーアンダーラインアイのファン層は非常に幅広く小学生から80歳以上の高齢者まで支持されていますナンバーアンダーラインアイの3日間のコンサートが東京有明アリーナで開催されたことに多くの年配のファンが行けなかったことを残念に思っています平野翔さん27神宮寺勇太さん26岸優太さん28 からなるこのグループは初の単独コンサートノーオーリングボを行いファンへの感謝の気持ちを伝えました私も神戸に住む70代の ILWise でアリーナに行けなかった一人です幸いにも他のファンが撮影した録画を見ることでその場に行けなかった悔しさを少しでも癒しています DVD になれば本当に嬉しいです同じように70代のファンの方々もたくさんおり 彼らとののコメントのやり取りが私たちの多くが高齢であるため、コンサートに行くのが難しい状況ですが、それでもナンバーアンダーラインアイの応援を続けています。最近、70代のシニアファンが集まって意見を交換する場が増えてきました。例えば、神戸に住むシニアファンの中には DVD のリリースを心待ちにしている人が多いです。中には、 神戸から加古川に住むファンまでライブに行きたいという強い願望を持っている人もいます足腰を鍛えて次回のコンサートに備えるという決意を語る人もいますまた70歳を超えてから初めて感じる幸せを共有するファンもいます彼らは自分たちのコメントが他のファンに勇気を与えていることに気づきさらに応援の意欲を高めています ライブに落選してしてままったファンも少なくありませんが、アマプラの配信を楽しみに待つことでその失望を乗り越えようとしています70歳を超えたファンが次回のライブに当選することを信じて努力する姿は感動的です平野翔さんが「死ぬなよ」と言ってくれた言葉を胸に彼らは健康を維持し次回のライブで再び n バーアンダーラインアイのメンバーに会うことを目標にしています このような強い思いがファン同士の絆を深め応援の熱意をさらに燃やしていますシニアファンの中には脳梗塞を患いながらもナンバーアンダーラインアイの存在に励まされている人もいます彼らはシルバーカーがなければどこにも行けないという状況でもナンバーアンダーラインアイのメンバーがいることで力をもらっています特に70代のファンが中心となって平野翔さんに会いに行き その存在から力をもらうことを目指しています。アイリーズというファンネームを持つシニアファンの中には、遠方からライブに行くことが難しいと感じる人も多いです。しかし、兵庫や愛知県にもコンサートが開催されることを期待し、その日を楽しみに待っています。彼らは、将軍に会うまで絶対に死ねないという強い思いを持ち、次回のライブを心待ちにしています。彼らの応援の熱意は、 ナンバーアンダーラインアイのファン層は非常に幅広く小学生から80歳以上の高齢者まで支持されています彼らのパフォーマンスは非常に高いレベルにありファンの視点から見ても温かく優しさにあふれています後期高齢者に近いファンも平野翔さんを知ってからはコンサートを見るまで死ねないという強い思いを抱いています 70歳を超えたファンも多く、初めてのコンサートに参加することをためらっていたことを後悔しています。いつか肉眼で3人の姿を見たいという願いを持ち、その日まで元気でいようと努力しています。私も70歳を超えていますが、ナンバーアンダーラインアイのライブを見に行きたいという強い思いを持ち続けています。彼らのパフォーマンスを見ることが、私たちの人生に新たな喜びをもたらしてくれるのです。 高齢でであるることを理由に諦めるのではなくむしろその年齢を超えても夢を追いかけることができるという証です私たちシニアファンの情熱は n o ア i のメンバーにとっても大きな励みとなり彼らのパフォーマンスをさらに輝かせることでしょう n o ア i のメンバーはファン一人一人に対して感謝の気持ちを持っています彼らのパフォーマンスはただのエンターテイメントではなく ファンとの絆を深めるための重要な手段です。彼らの言葉や行動が、ファンにとって大きな励みとなり、人生を豊かにするきっかけとなっています。シニアファンの中には、病気や高齢による制約があるにもかかわらず、ナンバーアンダーライン I の存在がその苦難を乗り越えるための力となっています。私たちシニアファンは、ナンバーアンダーライン I のメンバーに対する感謝の気持ちを持ち続けています。 彼らのパフォーマンスを見ることが、私たちの人生において新たな希望をもたらしてくれるのです。次回のコンサートには必ず参加し、彼らの素晴らしいパフォーマンスを直接見ることができるよう、健康を維持し続けることを誓っています。そして、同じ思いを持つ仲間たちと共に、これからもナンバーアンダーラインアの応援を続けていきます。ナンバーアンダーラインアのメンバーも、 私たちシニアファンの応援に対して深い感謝の気持ちを持っています。彼らの言葉やパフォーマンスが私たちの心に深く響き、人生を豊かにしてくれるのです。私たちは彼らの存在に感謝し、その感謝の気持ちを応援という形で伝えていきます。これからもナンンバーーアダラインアイのメンバーが素晴らしいパフォーマンスを続けられるよう、私たちも全力で応援し続けます。このように、 ナンバーアンダーラインアイのコンサートに行けなかったことを残念に思うシニアファンの声は多いですがその一方で彼らの応援の熱意はますます強まっています私たちは彼らの存在に感謝し次回のコンサートに参加することを目指して健康を維持し続けますそして彼らのパフォーマンスを通じて得られる喜びを同じ思いを持つ仲間たちと共有し続けますナンバーアンダーラインアイのメンバーとファンとの絆は これからもますます深まり続けることでしょう。私たちシニアファンの物語は、ある意味で自分たちの人生を再発見する旅でもあります。平野翔さん、神宮寺雄太さん、岸雄太さんの3人のメンバーが見せる情熱とエネルギーは、年齢を問わず、私たちにとって大きなインスピレーションとなっています。70歳を超えても新しい夢を追いかけることができるという事実は、 ナンバーアンダーラインアイの存在によって一層鮮明になりました彼らのパフォーマンスを通じて感じる喜びは単なるエンターテインメントを超え私たちの生活に生きる活力を与えてくれるのですナンバーアンダーラインアイのメンバーが持つ独特の魅力と才能はシニアファンにとって特別な意味を持ちます彼らのステージ上での動き歌声そしてファンに対する温かいメッセージは 私たちの心を揺さぶります70歳を過ぎても彼らのライブに参加したいという強い願いは、日常生活の中で新たな目標を設定するきっかけとなります。これは単なる趣味や楽しみではなく、生きる目的そのものといっても過言ではありません。多くのシニアファンが自身の健康状態と向き合いながら、次のコンサートに向けて準備をしています。 脳梗塞やその他の病気を患っている人も少なくありませんが彼らはナンバーアンダーラインアイの存在によって新たな力を得ています平野翔さんが「死ぬなよ」と語りかけるその一言は多くのファンにとって人生の指針となり前向きに生きるためのモチベーションを提供していますこれはシニアファンがどれほど深くナンバーアンダーラインアイを愛し彼らから力を得ているかを示す一例です 最後に、私たちシニアファンがナンバーアンダーラインアイのメンバーに対して持つ感謝の気持ちを改めて強調したいと思います。彼らの存在が私たちの人生に新たな希望をもたらしてくれるのです。次回のコンサートには必ず参加し、彼らの素晴らしいパフォーマンスを直接見ることができるよう、健康を維持し続けることを誓います。そして、同じ思いを持つ仲間たちと共に、 これからもナンンンバーアンダーアダライン愛の応援を続けていきますあなたも何歳になっても夢を追いかけることを忘れず応援の気持ちを持ち続けることで人生をより豊かにすることができるのではないでしょうか。